ションさん、めっちゃ楽しんでる、よかった。ハッピーバースデー。ここに日本の新聞が展示されてるんですけど、巨人の土新聞、大切なのはハートです。いや、なんでこの新聞がこのゲームミュージアムに飾られてるのかは分かりません。そしてジョンさんは真剣に見ております。こんなにミュージアムを真剣に見ているジョンさんは初めてです。今までいろんなミュージアムにも行きました。ヒストリカルなミュージアム行ったんですけど、どこ行っても5分10分で終了なんですけど、ここはかなり長居をしております。はい、I had Panzer Dragon, so I had all those games. But you... I sold them all way before they blew up in value. Uh-huh. This is nuts. Like... このミュージアムの面白いところは、こんな感じでね、昔のディスプレイもあるの。こんな感じでアメリカの、多分80年代かしら、これ。レイトセブンリーダー、70年代後半ですね。こんな感じで、ほらこっちはね、こんなのさ、昔の映画にあったよね。ポスターとか貼ってさ、あー、グレムリンの人形とか、あ、コンサートチケットとか、こういうとこに挟んでた、挟んでた。わあ、そしてこっちにボードゲームとかあってね。わあ。それでは、せっかく入場でコインをもらったので、私もやってみたいと思います。まずはパックマン、イエーイ。じゃあパックマンやります。コイン入れます。はい、あ、いや。あれ、これどうにやるんだろう。あ、だー、来て来て、あー、もう死んじゃった、もう死んじゃった。え、なんで今の死んだの？ちょっとゲームオーバーだって。もう一回やってやろうじゃないの。ちょっと悔しい。もう今度本気で行くから。ダン、なんでこんな下手くそなんだろう。面白い。じゃあ次はこのマッピーランドにしてみます。忘れちゃったな、マッピーランド。どうやるんだったっけな。コイン入れて、あれ、これトンクじゃないの。ちょっとマッピーランドやりたいんだけど、入れてみます。来るよ、プッシュスタートボタン。Peace.
懐かしい。もう死んじゃった。